再び魔界に姿を現した真田昌幸は里見八犬士との対決を決める。そして策を弄し魔界水軍と五芒星軍を争わせ才蔵を奪還する。真田里見の両軍は風の里で葵をめぐって激突する。新しい八犬士を加えた里見軍と真田軍は激しく戦うが、五芒星軍の介入で勝負はつかず、お互い撤収をする。一方滝夜叉は安成と共に黒魔術軍本陣に乗り込むが、そこで名古屋三策堂を引っ込もうとするメーカーズ軍と出会う。勢いから名古屋三策堂と共闘することになる魔界水軍の二人、そこに五芒星軍も加わり、魔界西軍と冥界の戦いとなる。キロン丸の活性岩によって覚醒した鶴姫とジライアの活躍で冥界を退けることに成功するが、宝の本は冥界の天によって打ち取られ、冥界の進撃が魔界を襲う。